間ショート今宮追いつきます。一塁アウトで2アウト3塁、右中間ライトの柳田が待ち構えていました。取って3アウト、三塁ランナーは残塁に終わりました。大津踏ん張っています。序盤の3回裏まで終わって0対0です。右中間で高々と舞い上がった打球、ライト交代、向こう向きだ、伸びるぞ、入った、5号ツーランホームラン、先制ホークス。山川に一撃が飛び出しました。逆方向右中間への当たり、今日もホークスが先制点。この第3戦スリーランからの5球目、右中間スタンドでした。第5号のツーラン、これでホームランランクトップ、そして打点なんと27、22試合で27打点、恐るべしペース。ホークスファン大喜びです。高め引っ張り込んだ、セカンドオーバー、右中間ライトがボールを取る、川村誠三塁回っている、追加点ホークスに入ります。柳田タイムリーヒット、3対0。昨日はタイムリーツーベースなど、柳田タイムリー追加点のホークス、レフトに運んだ、角田が懸命に追っているがフェアです。すでに柳田は三塁回ってホームに、ここはホークスに追加点、近藤にもタイムリーヒット、4対0が方向に運びました。打点はこれで4試合連続という近藤です。今のはうまく運びましたね。今のもインコースですよ。そうですよね、はい、2点を失いました。ホークス早くも8安打、そして栗原も好調か、左中間に運んでいきました。近藤は3塁を回ります。ボール返ってきません。この回3点目、栗原にもタイムリーツーベース、5点目が入りました。この回もヒット4本、このコーチがマウンドに行きます。ちょっとこの中軸なかなか一筋縄ではいかないですね、うん、アスティングはスイングを取られました。三振です。ないような球筋でしたが、ああ落ちてますね。スライダー、これでもスライダーなんですか。外ワンバウンドしました。ストレート、空振りの三振、147キロ、2者連続三振を取りました。奪った三振は4つ目です。ちょっとそのワンシームっぽいような感じです。そこから沈んでくるボールはショートゴロ、スリーアウトです。援護点をもらって、この5回の裏さらにペースを上げてきた大津は5回に安打無失点というピッチング。やってなかったね、はい、相当抜けてるんでしょうね。あ、そうなんですね。空振りの三振です。7つ目、ここは挟んでますか、ありましたが、そのうちの1本は山口、ライトへ運んだライナー性の打球、右に切れながらどうでしょうか、柳田ランニングキャッチでした。スリーアウトです。山口捉えきれませんでした。大津7回100球を超える熱投、無失点でいっています。5対0です。バーカをせたセカンドオーバー、ライトの前に運びます。2ランナー3塁回る、ライトの山口のバックホーム、中継カットホームイン、柳田の追加点タイムリーヒット。2アウトからマスター、久しぶりの一軍登板、失点を喫しました。6対0、柳田翔2打点目、5打席すべて出塁、3安打の固め打ち、今シーズン3度目。うまく打ちましたけどね、レフトへ高く上がったボールの左か右か、左です。ちょっと早かったか、どよめくゾゾマリン、打ち上げたキャッチャーの甲斐、
取ってスリーアウト、試合終了、ホークス3連勝、マリーンズは6連敗となりました。6対0、ホークス勝ってこのカード3連勝。